前方よし、後方よし、列車情報よし、鉄道ロマンよし、日本で唯一の本格的鉄道番組、みんなの鉄道、出発進行。本日みんなの鉄道が入線いたしますのは JR 西日本山陰本線です。京都府から山口県に至る日本最長の路線、今回は後編の旅、およそ500キロを一気に走行していきます。1933年昭和8年に全線開通した山陰本線は、一府4県にわたる営業キロ 673.8 キロの長大な路線で、駅数は158を数えます。今日は兵庫の霞から終点山口の旗部まで参ります。今回皆様にご乗車いただくのは、東京出雲間を結ぶ寝台特急出雲です。牽引車は DD51 型。この車両は SL を淘汰するために1962年に開発された幹線用液体式ディーゼル機関車です。78年までに649両が製造され、全国で活躍していましたが、電化の進展により国鉄民営化の頃3分の2が廃車、現在も徐々に数を減らしつつあります。客車は73年から80年にかけて量産され、現在も寝台特急の主力車両となっている24系客車です。では8両編成の出雲、うち6両を占める B 寝台のご案内から。 B 寝台はすべて開放寝台。そして2段式となっています。浴衣、シーツ、スリッパなどが一席ごとについています。また通路側にも景色を楽しめるシートが設置されていますので、ぜひご利用ください。こちらは5号車。この車両はフリースペースのラウンジとなっております。お弁当などを召し上がるときにいらしてください。もちろんゆったりくつろぐだけでも結構です。実はこの車両、元は食堂車で厨房が残っていますが、今は使用されていません。またソファーシートのスペースもございますので、家族連れ、団体旅行の方、ゲームなどをしてお楽しみください。最後は1号車 A 寝台シングルデラックス。こちらはすべて個室タイプとなっています。これはテーブルにもなる折りたたみ洗面台です。さあでは山陰本線に乗り入れたみんなの鉄道、この列車で霞から出雲市まで参ります。ちなみにこの寝台特急出雲は、ここ霞からは立ち席特急券で乗車することができます。大体1キロ以上も立ち上がる。はい、3列車運転手どうぞ。3列車発車、進行発車、進行発車。
待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。寝台特急出雲号出雲市行きです。入席特急券、立ち席特急券でご乗車のお客様、3号車、4号車の空いている席をご利用ください。次は浜坂です。7時21分に着きます。さあ皆様、このトンネルを抜けますと有名な余部橋梁に出ます。ただいま通過いたしました山陰海岸のシンボル余部橋梁は、高さ 41.45 メートル、長さ 310.59 メートルを誇るトレッスル橋で、明治45年の完成時には東洋一と謳われました。ではその通過シーンを4つの角度からご覧ください。この余部橋梁は2010年の架け替えを目指して工事が進められています。一方、列車は鳥取県に入り、伯耆大山へ向かっているところです。岡山の倉敷からつながる伯備線の起点ともなっている伯耆大山を通過。ここから西出雲まで連絡区間となります。
まもなく米子に到着いたしますが、この米子からは境港駅に至る JR 境線が伸びています。で、実はこの境線全部で16駅あるのですが、境港市出身の漫画家ゲゲゲの鬼太郎で有名な水木しげるさんにちなんで、小泣きじじい駅、砂掛けババア駅、そして一旦木綿駅などすべての駅に妖怪の名前が付けられています。ちなみに終点の境港駅は鬼太郎駅、そしてこの米子駅はネズミ男駅です。米子にお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてください。残念ながら私どもは先を急ぎますので、すぐに発車いたします。米子を出て次の安来に向かう途中で島根県に入ります。さあ皆様、右手に宍道湖が見えてまいりました。
まもなく出雲市に到着します。右手に見えているのは一畑電鉄の電鉄出雲市駅です。そして右側に停車しているのは岡山出雲市間を結ぶ381系スーパーヤクモです。出雲市に到着です。この駅で DD51 型が牽引する寝台特急出雲とはお別れ。ここからはただいま入線してきた列車に乗り換えていただきます。キハ187系特急スーパー松風です。スーパー松風は鳥取から米子、増田を結んでおり、2003年スーパー国引きから名称変更された特急です。使用車両は JR 西日本が誇る振り子式機動車キハ187系。表示器はすべて LED 式を採用。側面のデザインは窓周りをブルーとし、その下にイエローのラインを、さらに島根県の県花ボタンもあしらわれています。そして台車にはキハ283系で実績のある制御付き自然振り子装置が備えられています。続いて車内です。2両編成のスーパー松風にはグリーン車はなく、すべてが普通席。その大半は2列2列のクロスシートになっていますが、車椅子用のスペースもございます。なおこのシート当然回転式です。車内の案内表示器も LED 式。また客室内は全面禁煙となっておりますので、タバコを吸う際は連結部に設けられた喫煙スペースをご利用ください。最後は運転席。2ハンドル制御の運転台にはタッチパネル式モニタリング装置やボタン式のエマージェンシーブレーキ装置などがついています。さあ、ではまだまだ先は長い山陰本線の旅、スーパー松風で増田まで参ります。こじめよし、進行発車、ペンよし、
出雲市増田間の路線は建設時期が古く急カーブが続きます。しかしそれをものともしない振り越し特急スーパー松風。
さあ、まもなく増田です。増田に到着いたしました。 JR 西日本自慢の振り子式特急キハ187系スーパー松風とはこの駅でお別れです。ここからはキハ120型に乗り換えていただきます。ローカル線のサービスアップとワンマン化を図るため、 JR 西日本が1992年から投入したこの軽快機動車、投入された地域によってラインカラーが異なっているのが特徴です。車内の様子、キハ120型は1次車から3次車まであるのですが、この2次車はオールロングシート、一席ごとに仕切りがあります。そして運転席、実はこの車両意外にパワーが強く、エンジン出力は330馬力もあります。最高速度は時速95キロです。では日本最長路線の旅、このディーゼルカーで長門市まで参ります。皆様、左に伸びているのは山口線です。ここで別々の方向に分かれます。さあ、いよいよ山口県に入りました。
長門市に到着です。ご乗車ありがとうございました。長門市駅です。車内にお忘れ物ございませんようご注意くださいませ。長門市駅です。キハ120型とはここでお別れ。隣に止まっているこの列車に乗り換えていただきます。キハ40型です。老朽化したキハ17系などの旧型車を置き換えるために1976年、昭和51年から合わせて888両製造されたキハ40系、全国各地に投入され今も第一線で活躍していますが、このキハ40型はその系統の一つで両運転台車となっているのが特徴です。駆動エンジンは220馬力が1機と大型の車体の割に出力が弱く、多くの車両がエンジンの乾燥工事を受けています。車内の様子、座席は中央部に4人ボックスシート、そして扉付近に優先席を含むロングシートが配置されています。最後は運転席の様子です。ではこの車両で小串まで参ります。
久市に到着です。キハ40型とはこの駅でお別れ、そしていよいよ次が最後の乗り換えとなります。ただいま入線してきたキハ47型、見た目は同じですが先ほどとは違うタイプです。実はキハ40系には13の基本タイプがあり、そこに温暖地で使われるもの、寒冷地で使われるものなどさらに細かく区分されます。キハ47型の特徴は片運転台車ですので2両以上で運行されます。台車の特徴はコイルバネであること、この他のタイプは空気バネとなっています。車内の様子、座席はキハ40型と同じセミクロスタイプです。ただこの車両にはトイレが設置されています。運転席はこんな感じ。さてこうした山陰線のディーゼルカーは日本海側を走っていますが、点検修理になると実は瀬戸内海側、山陽新幹線沿いにある山口鉄道部車両管理室、ここに併設されている研修庫でメンテナンスを受けています。この日はキハ47型が90日に1回行われる交番検査を受けていました。まずは足回りの点検から。ここでエンジンを始動。この状態で各種制御機器を点検していきます。そして透過類と警笛のチェック。連結器も丹念に検査されます。こちらは自動扉の点検。乗客の身に直接関わる部分なので、特に念入りに開閉テストが行われます。検査はこの後まだまだ続きました。さて山陰本線の旅も残すところあとわずか。いよいよ終点波多部に向けてキハ47型が発車します。
さて皆様、列車は終点波多部に向かっておりますが、この区間の途中で山陰本線と山陽本線が並走します。今左手に見えてきたのは山陽本線の上り線路です。そしてまもなく右手に山陽本線の下り線路が見えてきます。では山陰本線と山陽本線上り下り、そのトリプル共演をご覧ください。さあ、ほどなく列車は波多部に到着いたします。長らくのご乗車お疲れ様でした。終点波多部に到着です。日本最長路線の旅はここでピリオドを打ちますが、キハ47型はこの後山陽本線と接続し、下関に向けて発車していきます。2回にわたって走行いたしました山陰本線の旅、いかがでしたでしょうか。みんなの鉄道はまもなくエンディングに到着いたします。当列車がお届けしました車窓風景、そして鉄道ロマンなどの忘れ物はございませんでしょうか。 673.8 キロに及ぶ日本最長の幹線、とはいえ幹線らしい風格を備えているのは京都周辺くらいで、そこから先は単線や非電化区間が続き、ローカル色が強くなります。さらに全線を直通する列車もないため、いくつものローカル線が連なっているような印象を受けます。しかし逆に言えば、都市近郊の通勤区間から寂しげなローカル区間まで、場所により様々な表情をゆったりと楽しめるということ。長距離路線は退屈という定説は山陰本線には適用されません。そう、日本最長の路線は最も長く鉄道の旅を満喫できる日本最長の楽しみが詰まった路線なのです。
本日は当列車にご乗車いただき誠にありがとうございました。